こんばんは。今日も暑中見舞いシリーズで金魚を描きたいと思います。まず金魚を描きますね。今日の金魚は躍動感がある金魚にしたいと思います。この尾ひれの揺らめきで動きが出ると思います。大きく尾ひれを広げてください。そして今日はもみじを描きたいと思います。この金魚が乾いた頃に中央の線を入れてください。これで金魚が描き上がりました。私も一枚描いてみました。皆さんもいかがでしょうか。